君は何やってる？肉運んでる。腹減ってんのか。白さんもなんか運んでる。果物。そこを増やしたんだよね。ここ増えたらまた栽培用のあれを増やさないとまずい。お、今水入れたのか。水とか足りてる？ 30。 ここに放置されてんな。そっか、だからあのハイパースリーブチェンバーってやつの材料が何かっていうのも確認しておかないとまずいか。どれだ？施設？これか。わあ、1個使うんだこれ。インフラブロックないんだよね、あんまり。サルベージだ。全部やってくれ。あ、でもあれか、高精環旅行をするためにそのハイパーなんたらチェンバーが必要だから、隣の星に行くだけだったら別にいいのか。ここを移動するだけだったら別に行けるのか。ここ、これからこっちに行こうと思った時に、その、チェンバーが必要ってことだよね。まだ行ってないから全然わかんねえ。ズームが早い。今ここだね。ポッドはどっか行った。あんまり採掘に行かないね。あ、これか。採掘行ってんのか。エネルギー作ってるから、それは後回しか？エネルギー生成装置。インフラが2つ必要。インフラ。インフラまたやろう。あと2つぐらい。船体も必要。1個。銅板を何枚作るか。これずっと船体ブロック待ち今。そうだよ、ちょっと移送してくんないね、船体ブロック。平坦をマックスにすれば、移送って平坦なのかな。これ早く持ってきてほしいんだけどな。手動でやればいいのか。手動でやるには移送クルー、違うな。資源設定、いや、作業促進中。これをなんか人員を設定できるとかあったけど、他の作業だとこれはやれないのかな。どっか押すとできる。船体破損とか出るな。コロンバ、コロンバ、コロンバ休憩場所なし。コロンバ行ってる？解体行ってくんねえな。なかなかこのメインの船の作業が終わんない。あ、行ったね、やっと。あ、サルベージしてるわ。促進、俺押したっけ。促進押してないけどね。それよりこのこれを持ってきてほしいんだが、ボタン、いや、どうやるといいんだ俺。あ、移送先も選べるのか。待って待って待って、俺間違えてない？大丈夫？そっちに行った理由は何？シャトルで行った理由は。二人で行ったけど何しに行ったそれ。解体に行ったの？解体に行ったわ。それよりこっち優先してほしい。どうやればいいんだろうな。あ、だから建造を優先してるわけか、これは。おそらく。
シャトル帰っちゃったよ。大丈夫、酸素とか持つ？あれもう一人乗ってたよね。オーガストは降りなかったんだ。オーガストはこっちのサルベージに向かったみたいだね。今オーガストが乗っている。お、これで運んでくれるかな。運んでる。これって何が乗ったかわかる？わかんないんだ。あ、乗ったわ。インフラブロックがやっと運ばれました。これか。シャトルに乗せるとここが減るんだ。マイナス4ってなってたのがマイナス3になった。取り残されてんな。頑張ってピアソン。大丈夫？酸素。あ、全然あるわ。じゃあ今のうちなんか解体指示出しとくわ。解体。解体。置き場所なくね？エアロックに置いてくれんのかな？解体してくんないね。夜だよ。まさかここで寝るなんてことは。一人取り残された。他の3人寝てるのに。これで帰れるのかい、君は。帰るみたいだ。ゆっくりお休み。かわいそうに。ちょっと今回だけピアソン少し伸ばしてあげるよ、睡眠を。今日だけな、今日だけ。かわいそうなんで。3人とも寝てるわ。ゆっくり寝てくれ。あ、やっとベッドだね。医療ベッドじゃなくなった。で、船体ブロックがまだ増えねえのか。どうなるんだ、コロンバは。コロンバ廃棄ってどうやんだ。船が不安定、船体破損、重要資源量低下、作戦オフライン、作業員なし。ん？あれ？ここに書いて出たぞ。アイテム廃棄。船から宇宙空間へ排出するアイテムを選択。死体を。アイテムを移動。解体すると、資源を分解して、あ、これでいいんじゃん。承諾。要素？今やったよね。いいんだよね。解体予定のアイコンとかどこ出るんだ？宇宙船が来る。合ってた今ので。これ。承諾。俺の操作が合ってんのかどうかちょっといまいち分かってないんだが。寝てますね、ピアソン。今朝ごはんを作ってます。ピアソン起きた。戻しました。それはインフラブロックかい？できねえな。あれ？コロンバになってる。コロンバの見てんじゃねえんだよ。こうだ。お、船体ブロック増えたみたい。で、船があと半分で来る。シャトルが帰ってきた。採掘に行かなくなったね。4つ残ってる。平坦を最高にしちゃったからかな。それは何だい？フールズなんとかから持ってきたやつか。これとか。これでもね、物が分かればいいんだけどね。選択してね。ストップ。
それ何持ってる？あ、エネルギームだ。あ、終わったみたいだね、エネルギー。ここはなくなった。貴金属は残ってる。貴金属も残ってる。あ、でも減ったか。ちょいちょい行ってるみたいだね。この数字が合ってねえのかな。で、またサルベージに向かったみたいだ。これ何？お、インフラブロック。で、これの解体は最後にやるのかな？これも建造扱いでやるんだろうか。建設か、これで優先度決まんのかな？ちょっとわからんけども。お、船がそろそろ来るぞ。来た。どんな船？ベルダリアン。交易許可済み。奴隷商人だ。そっかそっか。え、じゃあその人員をやり取りとかできるのかな？交易。なんか足りないものあるか俺。これで選べるんだ。どっちの船から輸送するかってのを選べるんだ。まあ、今俺が触ってんのこっちだからね。チャラランポス。チャラランポスだ。肉は高く売れるんだな。ハイパー燃料も高い。エネルギームとか超安いじゃん。買うと高えよ。買うと310円、売ると48円。ちょっと相場違わすぎない？まあいいや、広域、とりあえず今は。特に必要なものもねえ感じだ。採掘行ってる。この解体がどうなるのかな。解体。じゃあ他のやつも指示出すか、移送の。あれを優先してもらったけど。肉以外もらおう。最大値もらってこれだけいらない。これでいいのかな？いや、モンスターの肉売ればいいか。これ食わないっていう設定できるよね。なんか厨房に設定値あったよね。チェック入れなければ多分食わないと思うんだけど。これだよね。これ入れなければ食わないってことだよね。よし、いいでしょう。モンスターの肉運んできてもらって、売ろう。それで行こう。エネルギーロッドも水もある。まあまあまあ、ハイパー燃料もあるね。やっぱ域線重要だね。頑張って掘ってます。で、こっからね、そのシャトルが飛んできて、域線に乗り込まれたりする可能性もあるわけでしょ？なんかシャトルがいるっぽいけど、なんだろう。こいつが動くとやばいかもしれない。まだあんの？これまだあるわ。設定がなんかおかしくなってる？合ってるか。残り3個。はい、船体ブロック。そろそろまたリサイクルしても大丈夫なようになったか。船体2ついける。なんか今一瞬アイコン見えたけど。炭素が4つ。炭素ね、これで使ってるからね。あんまり銅板に使いたくないよね。あとなんだっけ、毒ガスのガス洗浄装置で炭素になるらしいんだけど、これってさ、ここより中に置いとかいいんじゃねえの？実はそんな気がするんだけど、気のせいかな。ガスここだよね、発生してんの。ガスガスガス。これか、有毒ガス。あ、でもレベル同じだな。
安全になってる。有毒ガス1、0。そんなにガス出てねえのかこれ。とかなんとか言ってたらもう夜か。早えな。あ、出てった。とりあえず資源荒らされることなく。あと1個、金があと7個。ちょっと待って、また取り残されてない君。今度トーマシナさんが帰れなくなってる。シャトル来るか。来た来た来た。仕方ねえな。今度はトーマシナさん、ここまで寝てていいよ。さあ、やっと帰ってきた。これで4人寝れます。戦隊ブロックだ。タスクがあと2つ。で、物はもう持って帰ってきちゃったんだよね。戦隊ブロックなし。スクラップ、スクラップ。テックブロック。エネルギーブロック。サルベージは？戦隊なし！だからあとこれの解体にかけよう。これを解体するとどうなるのか。解体押したよね、これ。解体してくんないね、なんか。おお、これ、なんかこれがまずった？いや、別にいいんだよ。増やさなくていいんだよ。これ、キャンセルどうすんだ？キャンセルした。エリアリセット？船体除去。これで回収なのかと思ったんだけどね。ちょっと意味が違うみたいだな。少し時間が経って様子を見るとわからんわ。来た。何を回収してくれるんだい君は。ピアソン、それの、あ、床切ってるね。切ってるっつうか、それって船体ブロックになるの？終わると。物にはならない。うん、ちょっと待って、何にもならんけこれ。インベントリーには入んないね。あら、あ、でも一瞬この使用中が消えたから、なんか持ってたのかもしんない。あ、違う、この使用中ってこれあれか。工具なのか。工具を使って解体してんのか。あれ、解体ブロック、船体ブロックって、手に入らん。入らないっぽいな、これ。そうなのか。いや、まあ、一回とりあえず、ちょっと様子を見てみよう。船体ブロック少し増えたみたいなんで、また置かれてます。これ急ぎじゃなかったからさ、こっち優先の方が良かったね。植物系を増やした方が良かったんだろうな。肉が足んない。やっぱ遅いね。肉、肉3個しかない。根菜が13、果物が12。この優先度ってどう変えるんだろう。建造の優先度。許可？囚人エリアってなんだこれ。囚人なんてあるんだ。すべていろいろあんな。そうなんだ、そんなのがあるんだ。囚人か。なぜ漏らした。こんなことやってるとどんどんエネルギーロッドがなくなっちゃうんだよね。
なので早く資源を回収していきたいんだが、スクラップがいっぱい入ってる。この状態で飛べんのかね俺。折れたりしない？ジャンプしてここ。それ何？食べ物か。あ、一回ここにしまうのか。そこそこ。で、持ってったぞ。なんだ？採掘？あ、そこ、うん？え、今何持ってった？なんだろう？よくわかんないけど。もう帰ってきた。なんか行ったり来たりしてやってるとすごい効率が無駄な感じしちゃうね。採掘がほぼ終わり。ここ終わった、終わった。金があと3つ。炭素は終わってるよね。炭素がこっち。終わってないやん。これは持ってかないとまずいよね。これまた取り残されてる。どうすればいいんだ俺。また解体できる。まずそうじゃない？なんか。こうやってた。うん。酸素もらって。そっちなんか、壁ないから危険そうなんだけど、そこが好きみたいだね、なんか。このアイコンとかなんだろう。電力なし。あれ、入ってるぞ。お、これはなんだ？チャラランポスに、チャラランポスでいいのか？移送の設定をした。睡眠負荷。ピアソンがなんかやってる。ちょ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 。迎えに行った。あ、また、戻すよ。ピアソン？ピアソン。また取り残されたのか。そうか。せっかくだから一緒に移送しちゃえばいいと思うんだけど。あ、入れてくんなかったみたいだね。オレンジゲージがやばそう。オレンジゲージってなんだっけ。エネルギーか。睡眠のことでいいのかな。アイコンがベッドだもんねこれ。疲れてるとエネルギーが減っていく。っていうかみんななんかギリギリまでさ、ご飯食べないね。いやちょっとわからんから、これはこれだけ終わったら破棄って どうなんだろう。この船な、打破したってことでしょ。どういうことなんだろうな、いまいちわからん。まあ、とりあえず朝が来ないとまた進まないので。まあ、すごい中途半端な状態だけど、これでワープするしかなさそうだね。船体いける？2個いけそう。船体スクラップ。あとは、やっぱ炭素じわじわ減ってってんだよね。二酸化炭素作ってるからだよね。炭素の入手がマジやべえぞ、これ。で、これピアソン全然寝てねえと思うんだけど、大丈夫？あ、回復したね。かなり。エネルギー。5時間睡眠でいいんだ。みんなすごい強靭な肉体を持ってるね。5時間だとちょっと辛いんじゃねえの普通は。ずーっとあのコロンバの方のアラートがでずーっと出てる。これやっぱり切り離すしかないのか。これどうするといいんだ。もういらないよっていう場合は
いらないよ。船ポイント1、システムポイントが4。なんかで使っちゃってる？いやーこれ、あ、どうすんだろう。いらんのじゃ。ここまで来るともういらんのじゃ。強制労働ってなんだ。船体の損傷またはスタビライザーが少なすぎるため船体が脆弱な状態です。ハイパースペースジャンプは実行不可能。実行すれば船体が崩壊する、まあ、無視していっちゃえばいいのかな。このアラートが出続けるのはちょっとね。移送終わったかな。まだだ、早くやってほしい。フールズエランドの方はほとんど移送が終わった。宇宙食があるね。水とモンスターの肉。これもね、死体じゃなくてね、肉だったらまだまだね、うん、マシかなっていう感じだけど、死体って書かれちゃってるからね、それはね。金と石炭じゃなくて炭素取ったらもういっちゃうか。これね、多分今日一日で終わるんじゃないかい。サルベージどうだい。まだあるな。あ、船体スクラップがさっきなしになってたのにまた手になってるから、これもね、なんか増えたり減ったりするんだよね。いろいろ取れそうだもんね、まだね。なんか椅子とかあるし、テーブルとか。これライトかな。電力なし。なんかみんなあの壁掛け式の電力モジュール使ってるね。壁掛けの壁電力濃度、これの方がいいのかね。電力容量がでかいぞ。なんか壁型の方が。フロア壁で何の装飾もつかない電力濃度。電力消費量が通常より多い高い施設に適しているだって。バッテリーモジュールなんてあるんだ。電力容量濃度、バッテリー、バッテリーってどれだ。バッテリーモジュール、そんなのある。バッテリーないね。ここには書いたんだけどね、バッテリーモジュールって。まあいいか、サルベージしてます。2人がかりでサルベージしてます。で炭素取り行ってる。まだ出るなこれな。オート資源ってなんだ。感染で必要な資源を自動的に移送するように切り替えます。これいいんじゃない、やんなくて。オート移送ルールやめました。これは持ってきてほしいもんね。インフラブロック3つは美味しいもんね。早く取りに行ってくれ。早めます。でインフラブロック作ってっかな。船体が箱1個作れる。インフラ7個ある。5個やっちゃえ。ソフトスクラップ、ソフトブロック31個ある。ロットが24個減ってきた。これがなくなる前にあれを作んないとまずいんだよね。エネルギー生成装置。資源足りてんのか。そっかそっか。インフラブロックが10個ある。よし。じゃあちょっとエネルギー生成装置置いちゃおう。これだ。
こんな感じ？今休憩中。もう夜か。終わった？採掘。あれ、また行ったぞ。あ、迎えに行ったのか。ここの採掘終わった。炭素終わった。小惑星の探索は終わって帰ってきた。移送はどう？スクラップ系が残ってんな。あとはサルベージ。船体スクラップは欲しい。これが取り行かれねえ。よし、じゃあまあみんなもう寝るところだと。寝てるか。よし、じゃあですね、一旦今回はここまでにしつつ、次回もう移送が終わると思うんで、移送が終わったらお隣の星へ向かう感じか。上行ってもいいんだね。上行ってもいいし、炭素と金属と行き線があるよってことだよね。こっち行くとエネルギーと炭素か。となるとこっち行った方がいいのかな。ちょうどいいと俺止まらない。ぐるっと回れんのかね。また一筆で行くといいのかね。ここから上行って下回ってきて、ここまで多分戻ってこれるでしょ。あれ、こっからここって行けないんだ。今いるところからこっちはいけるけど、そうなんだね。まあ、どこに移動するかはまた次回考えましょうか。そんな感じで今回はここまでにいたしましょう。また次回。それではまた。